はい、では引き続きプレイをしていきます。今回はですね、前回、シロディールからですね、地下のトンネルを抜けて、来るその精錬たちをですね、無事に、このパレスまで着くように、警備を担当してくれないかということで、進めていました。で、今回はこれからですね、パレスの方に戻ってですね、まあ多分マタリとまた話すことになると思うんですが、続けましょうかね、その辺から。で、まあシロディールのこの精錬たちもなんですけども、精錬自体にですね、ちょっとこう、マタリに対しての、なんでしょうね、不信感じゃないんですが、そういうものがこう、湧き出ちゃってる感じですね。無理なこう指令を出したりですね、ちょっとよくわからないような指令が続いてるらしくてですね、中がちょっと動揺してるような感じですね、現状は。はい、引き続きプレイします。これこっちから行かず、こっちから行こうか。下から。あ、雪が止んだ。最近よく止むな。雪が止むパターンが増えてきてる。あ、でも雨降ってきた。濡れるので早く帰りましょう。はい、中に入ってってですね、またフレイヤが文句言うんじゃないか、ここに突っ立ってるけど。多分、あ、フレイヤいない。こっちかな。このシロディールにいた精錬たちはこのパレスに来たことあるんですかね。どうなんだろう。帰りなさい、指揮官殿。出迎えご苦労。教え子のことをマダリから聞いたのか。そうです。ザーナが気にかけてくれて、マダリ様に私とお話しするよう頼んでくれたのです。それも個人的に。また洗脳されちゃうんじゃないの。マダリ様は1、2週間もすれば戻るだろうとおっしゃっていました。いや、戻ってこないと思うよ、多分。ですが、何もかもが元通りになろうとしています。え？どういうこと？帰ってくんの？それだけで満足なのか？戦争がね、間もなく終わるっていうことはね、イコールね、みんな死んじゃうんだよ。平穏じゃないんだよ。違うんだよ。騙されてんだよ。ちょっと聞きたいな、イエナリアに。今ダメ 断られた メロディー、ザーナか。全員がそんな。どうした？指揮官殿、どう言えばいいのかしら。マタイ様から話を聞けると思う。ひょっとして、キャシーの部下全員死んじゃったってこと？ああ、キャシー知らないんだ。その顔をやめて。みんな笑っているの。
みんな笑ってんの？メロディー、マタリ様お待ちしています。了解。さあ、何を喋るのか。25名もの精霊たちが死亡した。英雄団に焼き尽くされたのは彼女たちの死は貴様の責任だ。お、怒ってる。ジェラルド山脈に英雄団が、駐留していた時は気づきませんでした。監視しておきましょう。結構な言葉だな。そうだよな、不信感ありありだよね。親愛なる姉妹、我らの主人に対して敬意を払うべきなのではないかしら。ああ、アモリガンね。私が従うのはビンダーのものだけだ。この女、偽りの指導者なのではない。ふん、不作法ね。お、すごい、イエナリア顔に傷がある。黙れ。すげえこと言ってる。ひどい。おい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 、ちょっと喧嘩っ早いね。武器をしまうのです。そうだよ、そんなね、争ってる場合じゃない。あなたの会議は理解できます。ピンダ一族に対する尊重性を抱えている保証しましょう。彼らを守護するという本来の目的が由来ではいません。マスターマーカスの娘はどこだ？え、俺んち。俺んちにいる。あ、俺んちじゃねえか。パズラストトリデ。え？トリデに行くのか？どこまでふざけているんだ。マスターマーカスであれば絶対にカーシャの入隊を許可しなかっただろう。これは彼女自身の申し出で。そうなんだな、実は。俺が知ってるんだよ。貴様は想像以上に自身の存在の計画、計略に夢中のようだな。我々の管轄だ。親愛なる姉妹よ。部隊の者と共に至急パズラスへと向かう。セレナ、彼女を守らないというなら我々はそうするまでだ。あなたへの指示はパレスにとどまり、ここを防衛することです。え？ああ、貴様の下列で取るに足らぬバイトにでもする。ひでえな。ひどい。この陳腐した場所に守るべき価値はない。あんたもひどい、言うことが。なんかどっちもどっちになってきたぞ。貴様たちの理屈は知ってるぞ。うわぁ、これまでの犠牲者とは違って私は愚かではないと。言えなりゃ言うね。ああ、行っちゃった。あららららら。私はどうしたらよろしいのかな。でもカーシャは心配だな。砦に行かせるのか、お前。不在のセイレンズに。不在って、そうだ、あれ聞きたかったん。ジェシーの部下たちのこと全員殺しされたのか。はい、行った行った。はい、さよなら。お、みんな死んだって。なんでだよ、ひでえな。終わった。開始、海の彼方。お、新しいクエスト。なんでみんな死んじゃったんだよ。本当、マタリの顔って怖いよ。あ、一応でも、目玉の、黒い部分あるんだね。黒い部分がな、ちょっと黒じゃないけど。足ブルブルしてるよ、ブル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 。寒いんじゃないの？この、水の中ずっと入ってるから。ブル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 。ブルブルしてる、ブル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 。薄着してるから寒いんだよ、薄着してるから。はい、は
はい、続きましょう。どういうことだ？判断の過ちによるものです。お前だろ、お前が指示出したんでしょ。違うのか？何があったのか説明してくれ。私の命を受けたコーディナリの艦隊が二軍営団が依頼するであろう候補地の調査に行った。遭遇が間近に迫っていることを分かっていたので、営団との交戦に備え精錬図を配備した。我らの目的はペリティの最終決戦の前に脅威を排除することでした。だけどなんかそんなね、部下の親衛隊なんかをなんで送るんだよ。ちょっとにわか部隊みたいな。おい、もう終わりか話。他に釈明ないのか。どこに行くつもりだ。本日外見たちよりソルセイム近海にて行われた海戦の報告書について調査しました。それに関わった船舶の中にコーディナリのものが含まれていたことを確認されました。目撃証言によればコーディナリの指揮するカタリスト号を除いた全てのセイレーンの船が沈んだ。現在カタリスト号も同様に失われていることが懸念されています。いいんじゃないの。もうお前どうでもいいよそんなの。それで私に調査しに行けっていうの？また？そういうことですか。ちょっと保存したいな。ちょっとさっきの話の続きしようぜ。話をちょっとはぐらかしてないかい。完全に確実というわけではありません。もう船の話はいいから。どうしたんだあの部下たちは。モロウィンド東東岸沖。コーディナリはあの周辺の海路に精通していました。彼女が生き延びているならそこにいるはずです。自分に捜索をさせたいのか。それでは全員が死んだわけではないんだな。適度な悲観にも効果はあります。時が経てば経つほど、彼女の生存率は確率は低下していきます。すでに輸送の手配を済ませています。彼女がパザラストイデンにてあなたを待っています。そう、カーシアと行くのか。嘘つけよお前。危険性低いわけないでしょう。あなたの手に負えぬほどの敵戦に遭遇することはないでしょう。どうも私はね、利用されてるな、もう完全に。カタリスト号、回収。前回の任務で報告することがある。英雄団員の遺体から発見したピュアリティの記録にこんな内容があった。刻限が迫っています。その事実を実行し、各自に備えさせなければなりません。そりゃピュアリティとの最終対決においてどういう意味を持つのか。ピュアリティが計画している可能性があることに対して何か心当たりはあるか。どうせ教えないでしょこれ。出来事の割にはほとんど動じていないようだ。心を動かすことができたなら今頃は焦燥感を覚えずにはいられなかったでしょう。それはあなたが戻った時に決断されます。あ、そうなんだ。他の者の前では口をつぐむように。フレイヤと乙女たちだけ。フレイヤと乙女たちは認識してんだ。食事でもするつもりなのか。まもなくです。なんでこんなこと聞くんだよ。意味ない。任務を完了させるのです。俺もご飯食べようかな。座っていいかとかないのか。
エルダ、ねえ、感じる、終わりが近づいているわ。スエレンゾ大部分が死んだんだ。無理もない。でも私たちの死はもっと輝かしい。ああ、もうやばいね、こういう考え方って。その果てに指揮官殿はどうなっているかしら。俺は死なないから。心配しないで、大丈夫だよ。まさにここでセイリンズと共に戦っている。ここからできるくらい、できるくらい離れているだろう。私たちミスターをどうして。もうね、やってらんないんだよ。お前たちのなんか、洗脳っぷりには相手にならないもん。新たなサイクルに導いてくれる。それが私だったらって考えるととても気分を引き立ててくれるわ。まあ、いつまでの、そんな、今はダメ。すごい前向き思考だな。エルダはあれだな。振られても、振られたと思わないタイプだな。多分絶対そうだな。カテリン、シロディールの姉妹たちは本当に反抗的ね。あ、怒っちゃってるね。意見の対立は成長に拍車をかける。彼女たちには近づかないように。あら、せっかく楽しいことをしようと思っていたのに。やばい、疲れてきてる。ほんの冗談よ。だらだらするのはダメよ。もっと早く動けるでしょ。指揮官殿ならできるわ。うるさいな。手遅れになる前にコーディナリーを見つけてね。あんまり行きたくないんだけどな、コーディナリーなんて。どうでもいいんですよ、もうそんなの。物資のことなんて。素晴らしい日だと、もうこいつもトンチンカンだ。なんだメロディー。何百も青年たちが死んだばかりだと良い日だというのか。そうですね。ですが人生に来る永遠の幸福の鍵は悲劇にとらわれないことです。ザーナはまだそれを理解していませんが、彼女もいずれは彼女自身のために。なら何事もなかったように振る舞えと。従順であることは何も意味をなさない。これ言ってやろう。私はここで行っているのは均衡の保持。残された船員たちがもはや100を切っているという事実を無視して良いということではありません。ですが、くじけてはいけません。待って、今は何時ですか？あら、指揮官殿、もう行かなければですね。任務の妨げになるつもりありませんでした。じゃ、もうちょっと話しようぜ。もうさ、みんなで行けよ。俺もういいよ。船どうだっていいんだよ。来た。モリガンはね、どうも最初から私に気がありましたからね。どう考えてるんだ。メロディーならもきっともっと雄弁に語ってくれるわ。いや、言ってたよ、メロディー。もう話がもう行っちゃってるよ。ザーナはうまくいっていないようだ。誰も彼女を慰めないのか。自身でどうしようもない時は他人の助けなんて無意味よ。他にどうやって自信を得るというの。ザーナの苦悩を放っておきなさい。痛みを超えて彼女はこれまでよりも優れた乙女に成長できるの。起こしてしまったことの規模を考えると厳しいのではないか。私たちはみんな厳しい訓練を乗り越えてきたのよ。これをザーナの通過儀礼における特例とみなすわ。なんでこんなことを聞くんだろう。興味があるの？一番印象に残ってるわね。あ、もうこれ聞いた。これ聞きました。これすごいよね。みんな兄弟だったってね。そういう話でしょ？モリガン兄弟ってね。認識してないだろう。ああ、男か。ザーナはいつもその顔つきだね。ああ、話をしたよ。そうだ、すべてを聞いた。どうすればいいのかわからない。どうすることもできない。行く一緒に。ダメか。
君が主人を愛していることは分かっているわ。これは彼女の問題だ。落ち着くんだ。この混乱を切り抜ける方法を見つけ出そう。混乱で、でもマスターが間違いを犯したことはないの。他の者は心配していないようだ。キャシーと話したのか。どうしても彼女をまっすぐに見ることはできないの。ザーナはもうその顔ばっかりだね、いつも。どうすればこんな時にあれほど幸せになれというの。彼女たちはいつも以上には笑みを浮かべているの。もうね、あの方とは方は言っちゃってるんで、ね、相手にしない方がいいよ。じゃあザーナ俺と行こうぜ。ね、ザーナとキャシーと3人で行こう。もうそれでいいよ。そうしないとザーナあなたね、多分命を落とすよ。こんな奴らと一緒にいたらね。きっと。じゃあ行きますか。船探しに。気乗りしないけど。北の地に行くのかな？今回は。で、多分ね、また、あいつが出てくる。あいつが、フレイヤーがまた、小言に登場するんだよ、きっと。違うかな？はい、フレイヤー登場でしょ。はい、いた。はい、フレイヤーいた。はい。はい。なんていうのかな？いや、お前と話をしたくないんだよ。Don't worry. We'll have plenty to talk about when you get back. お前と話すとね、ムカつくから嫌なんだよ。なんかイライラしてくるから。よし。クレンザンズ、うん。クレンザンズは分かったんだけど。ホーリーマトロンズ。ホーリーマトロンズもどうやらなんかセレニティ・セイレンズに関係してるらしいんですけどね。ちょっとね、よくわかんないですね。その詳しい内容が。あ、そうだ。大虐殺の本もらったんで、それをちょっと読みましょうかね。行く前に。歴史の勉強を多少しておきたいですね。これはいいや。どれだっけ？あれ？大虐殺の本をもらってたんだけどな。あ、あったあったあった。あれ、一回これ読んでるかな？でも、熟読はしてないな。3年経った今でも好奇心に溢れた新兵から、なぜスキングラッドは寛容にも、西ウィールドにクレンザーンズがとどまることを許しているのかと尋ねられることがある。スク
クマとムーンシュガーの秘密の生成所として使われていた。西ビールド、地下宮殿で、かつては、クレンザーンズ・ピンダーという一族より率いられていた傭兵団の拠点だったと。で、エイ・ダリン、当時のスキングラッドにて名の知れた裕福な家庭で育った彼女がピンダーの一人であるコーバスと結婚。コーバスが旅立ってから、コーバス、ピンダーの一人のコーバスが旦那さんになると、スキングラッドのメーカーで育ったエイダリンという女性と結婚をして、で、あ、コーバスとエイダリンの息子はマーカスなんだ。ははは、は、なるほど。で、コーバスが旅立って、クレンザーについて質問の相方で見た。いつだってマーカスについ話を振っていたことを考えても、それで結局家を開ける、旅立ってから、でコーバスが結局死んだと。あ、クレンザーンズが、25人の武装した男たちがゆっくりとこちらに迫ってくる姿を見たクレンザーンズ。要はコーバスの敵討ちに来たのかな。全衛兵が出動し、町に残っていたクレンザーンズを全て殺害した頃、私は、ベッドの上にはすでに鍛えたエイダリンの体が横たわっていた。エイダリンが死んでたと。さらにその上には首の後ろに短剣が深々と刺さった。コーバス、コーバスは死んでたってことじゃないの？結局クレンザーンズは全部あれだね、全滅させられてしまったと。それで館の中に行って主人の部屋に行くと、そのエイダリンとコーバスがいたと。でマーカスもその現場にいたんだけど、
お父さんごめんなさいとすり泣いていたと。マーカスはどうするんですか？そう尋ねる指揮官は首振り。こいつも明らかに俺たちと同じように呆然として、ただクレンザー熱で何か得られないか確認してみてくれ。コーバスが奴の宮殿を完全に放棄したとは考えがたい。援軍があるともしれない。要は敵の手に落ちたのか、ここで一回マーカスって。彼は自分の血がクレンザーの勢力に血を止め、ブラックマジに向かっていたことを明らかにした。その目的はプロジェクトペリティと呼ばれる対立組織の残党を破壊するため。その組織の重要性を尋ねてみたが、マーカスはそれが一族の個人的な問題であり他の者には理解できないとしか言わなかった。初老の男の死体があった。ほう。地下宮殿の入り口に到着してマーカスが案内したんだ。で2階の寝室に初老の男が亡くなっていたと。マーカスが彼の腕に手を当てて口を開いた。メスター、僕の、おじさんか。クレンザーンズとこのプロジェクトペリディという謎の組織における構想は、自分からしてみれば派閥間における些細な戦争でしかないように思えた。これを書いている人は一体どこの所属の人間なんだ。
カジート。カジートってことは、英雄団ってことかな。二軍英雄団のことかな。でもクレンザーンズが襲ってきたってことか。待てよ、クレンザンズが宮殿を襲ってきたんだ。はあ、それを衛兵が殲滅をしたと。なんでじゃあ、あれかな、マーカスはクレンザンズを再編成しようと思ったんだ。だって敵の、あれでしょ？相手が、クレンザーンズだったんじゃないの？自分の彼は自分の父がクレンザーンズの勢力の一部とともにブラックマーシュに向かっていた。じゃあなんだ、クレンザーンズっていうのは反乱者が出たってことか。よくわかんないなぁ。だってクレンザンズが迫ってきたんでしょ？ 25 人の武装した男というのはこれクレンザンズでしょ？よくわかりませんね。読んだら読んだです。よ、さらにわからなくなってるな。で、ここでプロジェクトピュアリティの名前出てないよね。彼は自分の父がクレンザーンズの勢力の一部とともにブラックマーシュに向かっていたことを明らかにした。その目的はプロジェクト、あ、出てるな。残党を破壊するため。一族の個人的な問題であり、他の者には理解できないとしか言わなかった。その代わりに宮殿に対する質問に焦点を当てることにした。マーカス自身から残りの軍勢がスキングラッドの攻撃に割り当てられているのかどうかを聞き出せるかどうか十分に納得できるまでできるだけ多くの情報を集めた。父親はクレンザーンズの勢力と一部で一緒にプロジェクトピュアリティを倒すべく行ったんだけど、家族がクレンザーンズ、家族というか、父親と母親はクレンザーンズに殺されたってこと？
ちょっと待ってくれ。本当に混乱してきたぞ。時系列で。ミスター及び残りのクレンザーンズ西ビルドの宮殿への退却を余儀なくされる。ピュアリティをだと。コーバスがクレンザーンズの次期指導者となるため、次期の時期が、これ漢字間違ってるね。シロディールのスキングラットにて、コーバスピンダとエイダリンとの間にマーカスピンだ。ブラックマーシーにおけるピュアリティ残党の噂を受け、コーバスおよびクレンザーズが乗り出す。で、大虐殺発生。ブラックマーシーより帰還したクレンザーズの凶行に引き起こされ、混乱の中、メスター・コーバスおよびエイダリンが殺害。メスター・コーバス。クレンザーズは崩壊。マーカスが一族の唯一。マーカス・クレンザーンズの後継にあたるセリニティ・セイレンズを創立。あ、そういうことか。やっぱりそうだ。クレンザーンズの中で裏切り者が出たんだね。それで暗殺されたんだ。クーデターが起きたということかな。マーカス、ピュアリティの真の本拠地が隠されている可能性のあるスカイリムに移住するよう指示される。スカイリムにてマーカス・ピンダーとセリンチ・セイレンズ内の謎の女性との間にカーシア・ピンダー。この謎の女性というのは誰なんだろうね。放棄されていたユーフォリア・パレスが深く積もった雪の下より発見される。なんかゼルだっけ、なんかそんな2文字だったね、お母さんの名前ね。マーカス・ピンダー・ピュアリティにより雇われた衛兵団、ニルン英雄団により殺害される。OK、わかりました。そういうことですね。大虐殺というのは、あれだね、裏切り者が、殺戮に走ったという話だね。よし。なんとなく、これで、すっきりした。どこだ？チビが、うろちょろするんじゃない？はい、引き続きですね、こちらですね、メイド2のクエストを進めています。現在はですね、コーディナリの船がですね、襲われたということで、で、まあ、その中の、まあ、いくつか船があるらしいんですけども、その中の一隻が、かろうじて、助かったという、情報をですね、マタリから聞きまして、で、コーディナリーが無事かどうかの確認ですかね。まあ、その任務を、仲間は今いないんですけども、現地で合流をしていく感じかな。で、現地で合流するのは、カーシアですね。カーシアと合流します。で、そのために、パズラストリデで
ですね、まずは向かいます。はい、結構ですね、物語もだいぶ今現状の何でしょう、シナリオですかね、3まで今あるんですが、もう結構佳境じゃないでしょうかね。あそこに白クマがいますね。わあ、結構遠いな。結構遠いぞここ。行けるか。あ、ここに船が。あれあれなんだ、この船じゃないでしょ。なんかいるなあ。なんかいますね、あちこち。よし、さあよく。なんか病気かかってるんじゃないか。ちょっと病気かかってるね。違うか、あ違うか。そういえば復活したかな。あ、復活した。あ、よかった。あ、よかったよかったよかった。コンバットオンリーにしてと、こっちを先に入れると。スタミナこれも OK。 よし、まだ向こう側だな。少し遠いですね。ジュースダイブ。どこだ、こんな遠かったんだ、パズラストリデって。よし、さあ行け、泳げ泳げ、泳ぎきれ。カーシアがいるはずだ。早くカーシアに会いたい。会って合流してとっとと。お、ここか。あそこだ、着いた。よしよしよし、この中にいるんだな。着きましたね。オッケー。
動かないでください。どういう意味？サーシャ、あれ、サーシャどうした？リースとシロディールの精錬図が、ああ会合を開いている。私たちは招きられませんでした。リリス、最近あまりにも異常な状況が続いています。彼女たちが問題を引き起こそうものなら知らせてください。彼女たちは排除すべく。えー、いや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 、排除しないよ俺は。しかし遅いなあいつ、待ってんだけど。あ、もう体は冷えちゃって冷えちゃって、もう濡れてるからね。まずちょっと乾かして体を温めよう。遅いなあ。何やってんだろう。まだ手こずってんのかな。よし、じゃあ行きますか。あれ、どこだっけ。上の階に行くにはどうしたらいいんですか。お、何もないな。あれもう忘れてるわ。久しぶりだねここ。だっけ。上の階に行くにはどういう通路であったかな。あれ全然覚えてないぞ。ちょっと、あ、これ違うか。おお、絵がかけられてる。鍵が必要です。ちょっと上に上がれないんですけど、どうしたらいいんだ。困ったな。どこにあるんだ。誰も教えて、あー、ここなんか見たことあるな。あれ？これもらっとこう。あれ、行き方がわからない。まさか迷うなんて。どっから行ったっけな。こっちに出て、こっちか。彼女たちはまだこちらを入れて、こちらを入れてくれないわ。こんなのって馬鹿げているわ。リースに何があったというの。指揮官殿がいらっしゃった。状況が変わるかも。そうだよ。俺が何とかしてやろう。ちょっとリースには個人的に話をしたいことがあるし、あの翻訳はどうなったのかっていうことを。あ、ここか。オッケーオッケー、ここですね。ちょっとここで一回保存してと。さあ、何があることやら。カーシアもいるでしょう、そこに。はい、あれ、あれ、ここじゃないの。
さあ行きましょう。We'll、あれ soon,、so、stop worrying. 心配しないで。いや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 、俺だって俺。Oh, sorry about that. The others have been coming up here so often, I forgot you were on your way. 中に入れてくれるのか。No one is with you? All right, hold on. 誰もいないよ。ちょっとこれ閉めなきゃいけないんじゃないの。はい。それで、で、何を話をしていたんだい。力ずくの手段では戦いに勝てないぞ。お出ましだぞ。私のことですか。はいはいはい、来ましたよ。そう、ところでさ、翻訳どうなった。翻訳ひょっとして俺が指導者になるの。またそういうこと言ってリリスが俺にとかって言うんじゃないの。アーシンは他に行動シーンを持たない。しもべとなるべく飼育された。お前は自らの期限を超えたのかもしれないな。だが過去の話はもういい。今に注意を向けるべきだ。なかなかできた上司だねこの人。マタリから新たな知らせありますか。会場でのご避妊務について。あるよ、あるある、あるんだな。これがいやいや、カーシアをね、連れて行けって言われたんだよ。うん、そうそうそう、それを調査しに行ってくれって言われたんだよ。キャシーの部下だっけ。会議に耳を傾ける。どう思うかだと。こんなものはクワーマのクソったれだ。マタリは愚かではない。姉妹と思われる遺体でも見つければその話を信じるとしよう。では彼女は嘘をついていると。ほう、まあ私も半分はそう思ってるけどね。罠だと思ってるけど。あの狡猾なオスイメス犬は我々の全ての生命線に立っている。翻訳された認識、あ、来た来た。神よりの賜物であることを祈るしかない。現時点ではそれが残された全てだからな。スカイディバイド。エイミー、イマタペレティおよびエイドンの存在を懸念しなければならない。うん、ペレティを打ち果たすときまで他の精霊と共にあることになるわ。道を分かつな、その後。他の誰も堂々巡りをしているとは感じないのか、それともそう感じているのは私だけか。この戦争が始まって以来、他のみんなも全く同じよ。我らのささやかな反乱が無期限保留だというなら、マタリを楽しませてその任務を処理したらどうだ。おう、してやろうよ。ピンダ様、恐れながら私は代わりに向かいます。え、こっちにこのような戦いの日々を送ることを望んでおられないでしょう。私は大丈夫。でもあなたがそういうならとどまった方がいいのかな。ご信頼ください。あなたの目に比べたら私のものは取りにありません。どうか安全な場所でお待ちください。すごいなこの人。指揮官殿の判断に任せましょう。まあそうね、冗談だろう。お前までも目的を見失ったというのかリリス。カーシは他の誰よりも指揮官の決定を尊重するはずよ。私たちよりもね。お選びください。カタリスト号に同行させるセイレーン。こんなのイエナリアに決まってるじゃないか。賢明な判断だな。うん、お前できそうだしな。何よりピンダ様、はいはい、
御身の無事をだってすごいね。残り物はマタリが扉を打ち破らせるためにその忌々しい獣たちを送り込む前にパレスに戻ることにする。ほう、ご分をカタリスト号を発見した際は最新の注意と疑念とともに会ってください。いや、ちょっと待て、リリス、あの翻訳の話したいんだよな。カタリスト号に向かう。ちょっと待った、ちょっとリリスに話を聞きたいなって言ったら、今そんな話をしている場合じゃないとかって言うんでしょ。リリス、理解できません。数百万の姉妹が死んだ。こんなことは。そんなに死んだの？一気に？自身の人生を通して多くの残虐行為を目にしてきましたが、これほどの規模は初めて。片井都合で遺体を発見したとしても、そこは一隻の船だけです。他の船は都合よく破壊されているでしょう。それについては確認できません。マタリは片井都合に指揮官殿に何かを見せようとしている。何か心に焼き付けさせようとしている。うん。指導者について話していたようだが。うん。イエナリアよりマタリから、切り捨てられたと考えられる姉妹たちを集結させるという提案が。おお、いいんじゃないそれ。うんうん。各地で彼女たち見つけないし、これらの大義を裏切らないことを確認した上で仲間に誘うというものです。おお。この主張はもともとセイレンズが徴兵する方法と大差ありません。なるほど。ですが、その計画は直ちに打ち砕かれました。残ったサイレンズはその全てがマタリの支持者です。あ、そういうことか。自分にリーダーになってほしかったのか。いや、俺そんなこと言えないな。これはなんかちょっとさ、うぬぼれですよ、これは。はい。セイレンズ団におけ、あなたへの尊敬は、徐々に高まっています。もちろん彼女たちの心の中には常にマタリがいる。この戦いにおける献身は私たち皆にとっての励みとなりました。セイレンズを分断していたところでしょう。砦に残っているセイレンズもマタリの支持者なのか。ええ、心底、この場所がひどい状況にあると分かり、彼女たちはパレスに戻りたがっています。いたよね、下にいる子たちは。そうだよね。この場所に滞在するためではなく、マタリのためにいますから。パザラスによる攻撃以前、パザラスに駐屯してセイレンズどのような感情を抱いていたのかは知る由もありません。メレーニア、サマンサについては、何ら違いありません。サマンサと私は流れの友人でありますが、潜在的な適性については考慮しなければなりません。辛いね。ああ、その通り。うん。辛いね、リリクさんも。日誌の解読は順調に進んでいるかい？もう間もなく。まだ終わってないんだ。途中でもいいから教えてくれないかな。途中まで。後悔にキナレスの導きがありますように。じゃあ行くか。あれ？彼女ジェシーじゃないか。え？カーシア？なんか随分かっこいい鎧に着替えてるね。I'll stick with Lilith until you get back. 離れちゃダメだよ。輸送路が立たれているのに誰が迎えに来たんだ。タリア。タリア。あれ、タリアってあの馬車を、馬車あれか、乗っけてあちこち連れてってくれこの子かな。あの子がタリアは味方なんだ。行方不明のセイレンズの身に何が起こったと考える。I'm with the rest of you. There's no way Matari lost them all because of a poor strategy. She can't be that stupid. If you find the catalyst, make sure to check it from top to bottom. Anything to prove Matari wrong. なるほど。んと、カーシアはいつも鋭いよね、言うことがね。Good luck, you two. ありがとう。行ってくる。さあ、行くぞ。話せるのか。ユーフォリアパレスを買収団にすることを決めたのは誰なんだ。マスターマーカスの決断でないことは確かだ。
ピンダに所属はピュリティとデサン教の引き付けた場所に関する辛い歴史を持っている。ユーフォリアの本来の用途を実現されたのはマタリの仕業だ。彼女はすでに狡猾で取りに足らぬ、もはやピンダの一族に対する冒涜及び侮辱はいかなる言葉を持っても正当化できない。アーシンとの間に何か問題があったのか。アカビリの左衛氏の下での奴隷契約は彼女たちを辛い独りよがりへと変えていった。若きアーシンを募るためにマタリがアカビリに遠征した際、彼女たちは即決で合意した。アーシェンに直接非があるわけではないが、彼女たちが上陸するにつれて言われる中心勢力と化していった。マタリがあれほどまでに権力を集めようとしなければ、我々が破壊の瀬戸際に立たされることもなかっただろう。性別の制限。クレザーンズにはこのような不合理な条件ではなかった。誘惑だとピュアリティに立ち向かう上でそれが何の役に立つんだ。ただのマタリによる根拠のないルールだよ。リリス、もっと同じ時間を過ごす必要があるな。なかなかすごく冷静だよね、この人。以上、ホーリーマトロンズ。あ、聞きたかった、これ。デイドラの君主と大差ない。あれ？そうなの？マトロンズは本当に自分たちの戦いを気にかけているのだろうか。恐怖を抱かせる方法を伝えるために前の部屋に現れた。あ、やっぱりあの預言者はマトロンズのことなんだね。で、マタリとは敵対をしているのか。あと、彼女たちのマタリを止める自己発見の計画をどう考える。連中にはこちらに死んでほしいのか。実戦を経験したい神秘を戦地に送り込んでおきながら彼らを失うことの勝利。もう一回。観測者ね。あともう一段あるんだよ。二軍英雄団ってやつがいるんだよ、ボスが率いる。だから4つ今勢力があって、で、セレニティが今分断されてるような形になってるから、まあ全部で5つかな。すごい数に増えてるけど。待機し訓練してきた。なるほど。マタリの見当違いの野心のせいだ。要はそこに意識が向いていなかったってことやね、あんまりね。自分の利己的なことばっかりで。やっぱりそうだね。追跡調査はそんなにやってきてなかったんだね。
よし、オッケー。じゃあ行ってこようか。これどうやったら一番近いんだろう。こっちか。あ、裏口か。